こんにちは、ウィコン TV です。今日もご覧いただきありがとうございます。コウロキ選手のレンタル移籍が満了になりました。コンサドーレはミシャの続投がほぼ決まっていたんで、もしかするとコウロキ選手ももう1年あるかなって思っていたんですけど、やっぱり裏側に戻るっていうことになりましたね。いや、とても残念ですけれども、コウロキ選手ほどのプレイヤーがね、コンサドーレに来てくれて本当に感謝ですね。 この動画では今期のコーキ選手について、まあ、語っておきたいトピックを10個にまとめてザック・バランに振り返っていきたいと思いますそれでは早速行ってみましょうでまずコーキ選手といえば一つ目は開幕戦でのインパクトですねでとにかくこの初戦でのコーキ選手のプレーにはね本当に驚きましたで浦和ではあの札幌に来る前の年っていうのは、まあ、そこまで活躍できてなかったってイメージがあったんで 札幌ではどんな感じになるかなと思ってシーズン前に色々思っていました、まあ、でもその開幕戦の清水戦でね初めて見た時にもう度肝もを抜かれましたねもう面白いくらい前線でボールが収まるっていうねすごい感じでしたねでフォワードでここまで収まると、まあ、ここまでスムーズになるんだっていうことを証明してくれたプレイになったと思います で、この開幕戦の一試合でもうサポーターの信頼をね、一気に勝ち取った雰囲気があったかなっていうふうに思いました。で、広力選手といえば二つ目はこちらです。で、初戦もそうなんですけれども、まあ、今シーズン通じての広力選手の印象といえば、やっぱりこのポストプレーの凄さっていうところですね。で、なんかもっとこうシュートバンバン打つ感じかなっていうふうに思っていたんですけれども、 ま、点取り屋っていうよりは、その要所要所で効いてくるプレイが多かったかなっていう感じがします。まあ、とにかくその攻撃選手にボールが出た時の安心感がすごくて、で、ボールが収まって失わないので、こう、チーム全体がこう、前に押し上げられる感っていうのがあったと思います。で、なんで攻撃選手だと収まって、他の選手だと収まんないのかっていうね、なんか本当不思議な感じですよね。いや、本当にその格の違いを見せつけられたっていう感じがすごかったです。 で高力選手といえば3つ目は、フォワードのファーストチョイスだったということです。でここで札幌でのプレイ成績を見てみたいと思います。で21試合1348分のプレーで,で、数字としては今季は5ゴール1アシストですね。でこの表を見てもらうとわかるんですが、まあ、白い三角形が並んでますけれども、これは先発からの途中交代という意味のマークですね。 で手術で離脱した以外はほぼ先発で使われたということになりますで札幌ではもう完全にフォワードのファーストチョイスになっていましたでもし来年も興キ選手がいればミシャはもう確実にそのまま使っていたと思います興キ選手といえば4つ目は広島戦のスーパーゴールですで今季5ゴール決めているんですがこのゴールが一番記憶に残ってますかねアウェイ広島戦のゴールですね で、ほぼディフェンダーと同時に良いドンして、で、裏をこうぶっち切って、で、さらにこのキーパーとの1対1を交わして流し込んだっていうゴールですね。いや、ほんとこのスピードと技術をこう両方見せてもらったっていうスーパーゴールだったと思います。で、こう言ったらちょっと失礼ですけど、そのコールキ選手って長距離をスピードで勝負するっていうプレイスタイルではないと思っていたんで、まあ、このゴールを見てまだここまでやれるんだっていう風にね、ちょっと感動しましたね。 でちなみにもう一つ記憶に残っているゴールがあって、あの、川崎戦での PK ですね。で、今年のコンサドーレ、恐ろしいくらい PK が決まらなくて、で、ことごとく失敗してたわけですけれども、まあ、その呪いをコウロキ選手が解いてくれたっていう PK でした。で、そのコウロキ選手がいなくなってしまうんで、まあ、来年ね、誰が蹴るかっていうのもちょっと気になるところですね。で、コウロキ選手といえば5つ目は、J1 歴代ゴール数単独2位達成です。 で高楽選手、今季5ゴールあげましたけれども、まあ、通算163ゴールになって、J1 通算ゴールの単独2位っていうのをコンサドーレで達成することになりました。でこれもね、本当に嬉しいことですね。で次の目標は19、191ゴールの、まあ、1位の大久保義人さんの記録なわけですけれども、まあ、残り28ゴールですかね。頑張ってほしいですね。で高楽選手といえば6つ目は、 膝の手術からの復帰です。で、今年の4月上旬に右膝の手術をしました。で、これは怪我をしたっていうよりは、前から痛みがあった膝をま思い切って手術をして治すっていう決断をしたみたいですね。で、その後の報道でまあ、これだけ痛みのない中でサッカーができるのはすごく楽しいっていうふうに言っていて、まあ、かなり良い結果になったみたいです。 でまあ、結果としても、まあ、復帰してからほぼ全試合でプレーしていたんで、まあ、相当ね調子良かったと思いますね、まあ、これもあってもう一年その完全体のコーロキ選手を見てみたかったっていうのはありますねでコーロキ選手といえば7つ目はユニフォーム売上第1位獲得ですで私が運営しているウィークリーコンサドットコムっていうコンサドーレの応援サイトで誰のユニフォーム買いましたかっていうアンケートを取ったんですが コンサドーレの公式ツイッターでもユニフォームの売り上げの途中経過だけ発表があったんですが、まあ、その発表でもコーロキ選手が1位だったんで、まあ、このランキングの信憑性っていうのは高いと思いますでサポーターからの意見でも、まあ、前から好きだったから買わないわけにはいかないっていうコメントが結構たくさん見かけましたし、まあ、それだけやっぱりねコーロキ選手の加入っていうのは大歓迎だったっていうふうに思います でコロキ選手といえば8つ目はローストチキンコオロギですでローストチキンコオロギはコロキ選手のご家族が経営してるお店ですねで多分コロキ選手がコンサドーレに来てからローストチキンコオロギのチキンを初めて食べてみたっていう札幌サポーターも多いかと思いますで私も宮崎本店に行ってきて、まあ、このチキン買ってきたんですがこれがねほんとめちゃくちゃ美味しかったですね で特に、羽身っていう、こう、胸肉の部分があるんですけど、まあ、肉厚なのにめちゃくちゃしっとりしていて、まあ、すごくおすすめです。で、札幌に支店を出してほしいっていうツイートもね、よく見かけるんですけど、まあ、出したら多分バカ売れすると思いますね。まあ、せっかくこうやって札幌に縁ができたんで、まあ、支店を次出すんだったらもう札幌しかないと思います。で、高6選手といえば9つ目は、両への太っ腹の差し入れです。 コンサドーレに若手の選手が生活している寮があるんですけど、興、まあ、6選手がその寮にこう4人掛けぐらいの大きなソファーとか、あとドラム式の最新型の洗濯機とかを自腹で買ってくれたみたいですね。でここでも格の違いをこうやって見せてくれましたけど、まあ、こういうことをさらっとできるのもね、かっこいいですね。でちなみにこれは西大悟選手の YouTube で判明したことなんですけど、まあ、こういうことはもっとね、どんどん公にしていってほしいですね。 最後に高6選手といえば10個目ですが間違いなく札幌史上最高のビッグネームの一人だったっていうことですねもちろん加入はミシャのおかげなんですけれどもこういう選手とね濃い一年を過ごせたっていうのはクラブににとととっても財産になることだと思いますねで同じポジションの中島選手もインスタでたくさん学ばせてもらったっていう風に言っていて 特にこういう若手の選手にいろいろ伝わって今後何らかの形で生きてくるといいですねでそれから札幌にプラスになったのはもちろんなんですが興梠、まあ、選手自身にもいい経験になったなって思うのはそのコロ梠選手の将来についてですねで鈴木啓太さんか李忠成選手の YouTube でコーロ梠選手が言っていたんですけどで将来は監督をやりたいってことででミシャみたいな監督になりたいってことなんですね 興梠選手も今年1年またミシャとやってみてま,また何か学べた部分っていうのもねあるかもしれないですねえというわけで興梠選手の1年間の感想というか印象のまとめでした「興梠選手本当に1年間コンサドーレでプレーしてくれてありがとうございました」っていうふうに伝えたいですね、まあ、やっぱりね別格でしたねでこれからまあ浦和に戻ったからといって、まあ、出場が確約されているわけではないですし これからまた新体制での勝負の年になるかなと思います。まあ、ただ今年のパフォーマンス見てるとまだまだやれると思いますし、まあ、今後の活躍をね、本当に期待したいなというふうに思います。これからはまた違うチームの選手になってしまいますけど、今後が気になる選手の一人になってしまいましたね。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルではこんな感じでコンサドーリーについての話題をお届けしています。 ちょっとでも共感できたっていう部分があれば、いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で失礼します。また次の動画でお会いしましょう。それでは